俺たちは天使じゃないのセットでのクロリア・タルボットとグリッグス。ロイヤル・グリッグスはアメリカ合衆国の撮影監督である。1924年にパラマウント映画に入社し、スタジオの整理部で働く。その後撮影助手などを経て1951年公開の欲望の川、6人の脱獄集、最高の砦で撮影監督に昇格する。 1953年の西部劇、シェーンにより、第26回アカデミー賞撮影賞を受賞する。またそれ以前には、北海のこの特殊効果制作スタッフの一人を務めたことにより、第11回アカデミー賞名誉賞が贈られていた。パラマウントでは他にミュージカル、ホワイトクリスマス、セシル・ビー・デミルのジョージシ10回、ジェリー・ルイスのコメディ、底抜け一等兵、 そこ抜け宇宙旅行で撮影監督を務めた。他には、ジョージ・スティーブンスの1965年のユナイテッド・アーティスト公開の偉大な生涯の物語、オット・オ・プレミンジャーの危険な道などに参加した。遺作は1971年のアメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ公開のコメディ、バニー・オヘアである。ありがとうございます。